では、ゴンダパー選手の公開練習のインタビューの方を始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずあのザマッチの試合、あの直近の試合なんですけれども、あの振り返ってみて、こう会場の雰囲気っていうものはいかがでしたか？ก็ดีใจครับปลื้มใจแล้วก็ประทับใจตัวเองแล้วก็ประทับใจแฟนมวยทุกอย่างครับก็คือว่าออกมาดีแล้วก็เราทำสำเร็จด้วยはい、あのザマッチに参加できたことはすごく自分でも嬉しかった、嬉しいことでしたし、あのすごく誇りに思ってます。で、あの自分自身の試合についても、あの自分自身も あのいい試合ができてすごく感動しましたし、それ以外あの会場の雰囲気ですとか、もう全ての面においてやはりすごく印象的な大会でした。1ラウンドであの見事な KO 勝利という形でしたけれども、あのパンチはあのそのラウンド試合スタートからあの狙っていた技というかパンチだったんでしょうか？これは何個チャナのないないよくれチャメが何個マッフ何個グータムティペタムティペタムペンティワンワイチャメかタムペンティソームゴーソームเตรียมหมัดหมัดฮุกนี่ก็ซ้อมมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเป็นแต่ก่อนก็ต่อยหนักเพราะว่าเคยน็อกก่อนน็อกทางจากเควันอะไรก็ฮุกหลายคนก็เลยซ้อมはい、あの実際にあの練習でやってきたことが、見事に出せた試合だったんですけれども、パンチの練習自体はあのずっと長い間続けてきてて、やはりあの K-1 の試合を見てると、特にあのフックで KO 勝ちという場面が他の選手の試合でも多くありますので、そこについては自分自身も強化してきた点でした。あのやっぱりかなり反響があったという話も聞いてるんですけれども、実際どうですか、ゴンダパー選手が感じる中で、あの試合の後どんな反響がありましたか？그대가와독사원은건티초루루자ゴンダパー루아초ゴンダパー優큰자녀가어ครับตอนนี้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมากครับก็รู้ตัวว่ามีแฟนคลับรู้จักขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าเดิมครับผมはい、あの実際にあの多くの方にあのすごくファンになりましたというふうに言ってもらってて、すごく自分のファンが増えたなということもあの実感してます。あの試合後のあのそのダメージだったり、まあ今回あのかなり試合期間あの短い中での連戦という形ですけれども、それは特に問題ないという形でしょうか？男女直接で、この無点男性が、グランドな、オミケーションというので、何に関係ないか？ไม่มีปัญหาครับ。ก็แค่ชกไม่ถึงยก。เพราะว่าชกวันนั้นก็เร็วครับ。ก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่ครับ。ก็ไม่เป็นไร。はい、あの全く問題ないです。実際あの日はあの1ラウンド丸々も戦ってない状態ですので、あの本当にとても逆にいいコンディションです。まあ、今回 あの対戦相手岩崎選手ですけれども、まあ、どんな印象をお持ちでしょうか？どうビデオที่เขาเคยชกครับแล้วก็ดูก็เป็นมวยที่ไปเรื่อยๆแบบว่าอาวุธเยอะครับแล้วก็มีหมัดเป็นอาวุธที่น่ากลัวครับแล้วก็เตะสูงเตะก้านคอครับเห็นออกสไตล์แบบคาราเต้ครับแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับแต่เราก็ไม่ประมาทเราก็เตรียมตัวเหมือนทุกครั้งครับは
い、彼岩崎選手の、過去の対戦等はビデオを見て研究してますけれども、非常に多彩な技を持っている選手だなという印象で、特にパンチはすごくいいものがあると思ってます。また空手で培ってきたハイキックも出せる選手だというふうに見てるんですけれども、でも自分が戦う上では全く問題ないです。問題ないけど、いつも通り油断しないように準備していきたいと思います。それこそ対戦相手の選手がもうサクッと勝つ、もうすぐ勝つというふうな、結構強気なコメントをしてますけれども、ゴンダパ選手、それについては何か思うところありますか？지금자차나야서바이서바이그거다이팡뱁니다오루스비앙갈방거거타마다거러루원촉갑거두콘거거푸드거푸드뱁니다갑티판마하거봄거거의버와러루원촉뭔간갑봄別に特に感じることはないですし、今言えることは試合当日楽しみにしてくださいということです。選手ってみんなそういうふうに言うので全然普通のことです。はい、逆にこう自分の実力をこう岩崎選手にこう見せつけてこう差こう相手との実力の差をこう見せつける試合をしたいっていうふうにちょっと考えてますか？太陽の向こうさでは、やっちゃピスカム様、コーンとは、ダンサーに変わる。で、こう、やっぱり顔、顔ちゃいは、ミーカムテクタンガンユー。ちゃいは、カム、ワン、ワンニア、ダンペア、ワンシシビエット、ゴー、じゃあピスウッド、コンキャンキャン、コン、コンポン、ハイカウヒンは、ผมแข่งแกร่งกว่าเยอะเพราะว่าเขาเคยพูดว่าผมจะแข่งแกร่งจริงหรือเปล่าครับはいその通りです8月11日は自分の強さを証明したいと思ってますし、岩崎選手自身も僕のことをすごく強い選手ですねって言ってくれてたと思うので、それを彼にきちんと見せてあげたいと思ってます。この大会ポスターにもありますけれども、ライト級の選手がこう固まっている試合になりますけれども、どうですか、やっぱこのライト級の試合がこう並ぶ中で、それをこうゴンダパ選手的には意識とかそういうことはあったりとかしますか？そのライガンさんにこう낙첩룸다이브레이크는유제나가고삼랍꼬나바에고야하이프로카우드와꼬나바아니야뭐개티스고보장해요고강강미수갑하이보그가이番強이です연เดือนไหนเดือนสามเดือนสามถ้ามีโอกาสก็อยากจะชิงแชมป์อีกครั้งปีหน้าใช่ไหมครับผมเอ้ยปีหน้าครับドライネの三月になりますけれども、チャンピオンの座を奪還する機会がもしあれば絶対に奪還したいと思ってます。当日福岡ということもあって、朝日田選手が試合には出ないんですけれども、リングサイドで観戦するっていう話も出てるんですけれども、その前でこうどんなことをアピールしたいっていうふうに思ってますか？サマカニゴオティフクオカチャネガの朝日さをマルネのブヤハイカウドはうんガンチョコンゴナパネヤンガイバンカおอยากให้เขาเห็นว่าผมพร้อมจะกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งผมแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยากจะทวงแชมป์ครับ
はい、やはりあの旭沙選手に見てほしいっていうのは、まあ、自分はいつでもそのタイトルマッチに臨む準備ができているっていうことと、彼と対戦した時よりさらに強くなってるっていうことを部分を見てほしいと思ってますし、絶対に、チャンピオンに返り咲きたいと思ってます。あの先ほどあの日時にも出てます3月っていう、来年の3月っていうのはなんか具体的なそれまでのなんかプランだったり、その3月に試合をしたいっていうなんかその流れみたいなのがこんなパーセンションの中であるっていう感じですか。マキボはプーテンドゥアンサンピナーじゃないか。カップ。ゴゴットミナッパチバニナカサムラ。オナファゴミワンペンはワンペン。ダイルヤガティーチャチンチャンピオンドゥアンサンピナー。ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าเผื่อถ้ามีโอกาสคิดว่านะครับแต่ถ้าเป็นคิดว่าเร็วๆนี้อาจจะยังครับผมว่าปีนี้นะภายในปีนี้ครับแต่ความรู้สึกเป็นอาจจะเป็นปีหน้าตัวเองก็อยากจะชกชิงแชมป์ในภายในปีนี้หรือเปล่าความรู้สึกถ้าเป็นไปได้ก็อยากはい、あの、まあ、3月って言ったのはあの特に確実なことが決まってるわけではないんですけれども、もしそういうあの毎年3月に大きい大会があるのでそこでチャンスがあればということです。まあ、でも自分の今の気持ちとしては、年内にそのチャンスがあれば一番いいと思ってます。だはคิดว่าถ้าเป็นปีหน้าน้ำหนักอาจจะขยับขึ้นเพราะว่าอาจจะขึ้นไปรุ่น65ก็ได้อย่างนี้นะครับคือว่าเป็นการคาดการณ์ไว้วางแผนไว้ครับでももしあの来年の3月にもしチャンピオンになるチャンスがあるとしたら、自分としては65キロという階級で挑戦したいという気持ちもあります。じゃあまあこう旭沙選手のリベンジにプラスその先 の, あの次の階級っていうところにもちょっとこう目が向いてるっていう感じでしょうか。とりあえずなんと2号にファムルスクはやっちゃゲームが旭沙とレコータミオカとこうやっちゃちょっとないルーム65ってぐらいじゃないか。ก็ที่เคยพูดไว้ว่าอยากจะแก้มือกับอาซาฮิซังอีกครั้งครับแต่ถ้าว่าปีหน้าถ้าน้ำหนักมันอยู่ที่น้ำหนักด้วยถ้าผมลดเยอะนี่มันอาจจะเหนื่อยตัวเองขยับขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าเราก็อายุเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับเหนื่อยはい、あの以前から言ってるように絶対に旭沙選手にリベンジしたいという気持ちは変わらないです。ただ、まあ、来年を見据えた時にやはり自分も年齢も重ねていきますし、減量の幅が大きくなるとやはりそれでちょっと何て言うかな、体が体調面でやりにくくなるので、で体重も減らしにくくなってますので、もし65キロで戦えるチャンスがあれば戦ってみたい。まあ、去年福岡っていう場所ではちょっと残念な結果にはなりましたけれども、今年 の, 福岡の試合では福岡のファンにどんな試合を見せたいですか。그삼라비티레고페가아사히사티후쿠오카참여삼라비니고야자초야하이팬무아이티후쿠오카야초간초콘토에인야가이방카ก็อยากจะให้แฟนมวยทางฟูโคกะเห็นว่ากองนภาแข็งแกร่งขึ้นก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามีรอบสองจะไม่มีคำว่าแพ้ครับสำหรับกองนภาครับผมรอบสองก็คือรอบสองรอบครั้งแรกแพ้ครั้งที่สองถ้าไปแล้วไม่มีคำว่าแพ้はい、福岡のファンの皆さんには、
ボンナパーがさらに強くなっているということをところを見てほしいと思いまして、自分はその2度目のチャンスは絶対に負けないというところも証明したいと思います。では最後にカメラに向かってファンの方にメッセージをお願いします。ครับก็เดือน8วันที่11ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทั้งแฟนมวยชาวไทยและชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วโลกที่ติดตามคอยเชียร์ให้กำลังใจผมก็ครั้งนี้ก็จะทำเต็มที่ไม่ให้แฟนมวยผิดหวังอย่างแน่นอนครับก็ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งแต่ให้ผลงานเป็นคนบอกครับผมมวยไทยนัมเบอร์วัน8月11日は、日本のファンの皆さん、タイのファンの皆さん、そして世界中のファンの皆さん、応援よろしくお願いします。僕の試合に注目してみてください。今回は本当に 100% 準備をして整えて、絶対にがっかりさせない試合をしてみせます。そして自分でも強くなったって言ってる以上、それを結果で証明したいと思ってます。